はい、久保さん、こんばんは。気になる男第88話ですね。第88話。前回第87話、2本立てでしたね。2本立て。そう、2本立てで、まあ、4つの力で守り抜けっていうね、もう具体的な、非常に具体的なお話をしていただいたんじゃないかなと思ってて。で、実はですね、実は自分はこっちの方、補足の方がむちゃくちゃ響いてですね、まあ、一人で稼いでいきましょうというところ、まあ、一人でっていうのは孤独っていうね、ちょっとそういうところの話をして、そう、孤軍奮闘っていうお話をしていただいたのがすごく響いて、まあ、ちょっとこっちをなんかやりたいなと思って、それで今第88話、こっち側をまあ今からやっていくんですけど、やっぱりこの在宅での仕事ですね、在宅の仕事、まあ、周りからはね、なんか好きを仕事にしてるみたいな、まあすごく楽そう、まあ確かに楽に見えるし、まあ、楽な部分は確かにありますと、でもやっぱり、家族は誤解していると、大いに誤解してませんかみたいなね、お話でしたよね。まあ、やっぱりなかなか集中したい時でもこううまく集中できない時は当然ありますよね。一緒に過ごしてたら、まあ、しょうがないかなと思いますし、まあ、稼ぎ手と支え手がしっかり分離できないこともあるでしょうし、まあ、そういう意味で言うと本当に理解されないけれども、理解されないし、その理解してほしい気持ちがあるからあっても、それではやっぱりこのだからこそ、まあ、一人で戦わなきゃいけないと、まあ、一人で戦うことを覚悟するんだっていうね、いうところは本当に大事というか、なんかすごく、まあ、これを言われてなんか、ああこういう世界でに身を置いてるんだなっていうのを改めてその考えると、なんかお、そうなのかそうなのかっつって、まあ、納得するっていうわけじゃないですけど、まあ、なるほどなと。確かによく考えてみれば、自分の立場ではなんか一生懸命ねやってるけど、まあ周りから見たらそりゃパソコン一台でね、なんかテコテコやってるんだからね、遊んでるように見えてもしょうがないなと、まあ、思ってもいますしね。うん、いくら本気の顔しても、ね、本気でゲームしてるのも本気で仕事してるのも多分周り見ても変わんないと思うんで、まあ、そうなってしまうのは仕方ないよなとか思ったりもするんですけど、まあ、そういう意味でその、あれ？あ、大丈夫か。耳がおかしくなったな。はい、ちょっと耳鳴りがしちゃったんで、大丈夫かな。なんか耳がおかしい。あれ？パソコンがおかしいのかな？あれ？何がおかしいんだ？まあ、ちょっと続けます。一人で、あ、動きますね、はい、でその会社員っていうのは、まあ、出勤するので分かりやすいと、出勤するので分かりやすいっていうのが、まあ、あると思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。これ動かなくなっちゃったな。動かあ、動きました。あ、よかった、よかった。はい。すいません。会社員が、まあ、出勤するのはね、わかりやすい。確かにね、これも普通の、非常にわかりやすいですよね。うん、今から行ってきます。ただいまっていう。なんか、家族も応援したい感じですもんね。行ってらっしゃい、つって。でも、そうじゃない場合ですよね。そうじゃない場合。まあね、家で
起きた瞬間から朝起きた瞬間からいきなり動画撮り出すみたいな、もう起きた瞬間から撮り出すって夜もずっと喋ってるみたいな。でも働いてるとか思わないですね、そもそも YouTube 撮ってるのって。なんか適当なんかベラベラ喋ってるだけのように見えるし、まあ、なんか相当ね、なんか気合い入れてなんかニュースをこう読んでる感じならなんかあれなんですけど、まあそうでもないでしょうしね。まあそうなるとやっぱりこの働いてる印象を持たれないっていう、でもしょうがないかなと思って、これも、まあ、そういう認識をなんか自分が持てば、もうどう弁解してももう働いてる印象を持たれないんだと、まあ、ならばまあそう、そこでこの久保さんが言ってくれたところですよね、まあ、自分内の理屈だったり、まあ、ミッションですよね、こうやんなきゃいけないんだっていうね、いうのこう理由をしっかりつけてやっていくっていうのが非常にいいのかなっていうところですね。本当に責任感というか、まあ、気持ちというか、本当にやんなきゃいけないっていうね、たとえね、その家族にちょっとなんか冷たい目っていうかね、見られても稼げ手として、稼げ手としてやっていかなければ、まあ、家が崩壊する、家庭崩壊に向かいますんで、まあ、自分しかいないわけですからね、稼げ手が、まあ、何人もいればいいんですけど、まあ、そういうわけではいかないんで、自分がやらないといけないと、まあ、自分しかいないんだというその強い責任感と強い気持ちと、そして手を止めないところですよね。もちろん休んだりする時もあるんですけど、で休んだら当然ね、休んでるっつってね、また文句言われるかもしれないんですけど、もうしょうがないですよね。もう何をしたってそのもう、誤解される職業ですからね。まあ、それでもこのまあ自分でね、いや、やってる、たとえね、誤解されてもね、それでもやる気を起こしてね、やっていくっていうところが大事なのかなっていうお話がすごく、まあ、自分はこの在宅をやり始めてすごく分かったっていうかね、まあ、この家族に、よしと、家族に理解されない状況をしっかり認識しながらでもね、しっかり自分を持って、そしてね、稼ぐっていう行動をしていく、稼ぐっていう行動をしていくっていうことが大事ですし、それに向かって努力していくっていうことが本当に大事なのかなと思いましたね。はい、ということで今回第88話はこんな感じで終わろうと思うんですけど、この前ズーム対談、終わった後のこの30日間体験 YouTuber プログラムですかね、それ問い合わせしていただいた方が無事着勤、しました。ありがとうございました。これで体験プログラムの方は3名ですね。3名の方が今入っていただいて、ありがたいことだなという形ですね。もう皆さんにはもうサイトを提供したところなんで、今日さっきね、ちょうど全部提供が終わって、もう今日本当ドタバタで、いや本当これ取れんのかな、気になる男を取ろうとして止まるっていうねいつまでたってもこれ取れないなと思ってたところだったんですけどね、無事取れてよかったなっていうところもありますし、お問い合わせしていただいた方には皆さんね、やるという気持ちがやっぱ強いからこそ問い合わせしていただいてて、そしてそのままね、決済までしていただいて、無事、これから体験 YouTuber としてやっていくってことをやっていくのでね、本当にいいきっかけにしていただければいいのかなと思いますし、自分も全力でサポートしていこうかと思いますので、ね、まあ、もしね、今が10月29日で、まあ、33、あれ今日土曜か。あ、違う、土曜日付に変わったのか。なんでね、まあ30日まで、あれ10月31日までか。10月末まで、もしね、やりたいっていう方がいればね、体験プログラム、YouTuber プログラムあれば、
お声かけてく、お問い合わせの方をしていただければいいのかなと思います。はい、ということで第88話、なんとか取れました。よかったですね。本当、よかったよかった。はい、ということで第89話、久保さん、よろしくお願いします。いや、今回の話はよかったですね。この一人で戦う、悔いなき人生をということでね。まあ、理解されない中でもやっていくっていう、まあ、孤軍奮闘っていう言い方ありましたけどね。なんかそれがすごく良かったですね。でもその家族内では理解されないかもしれないですけどね、世の中にはこうやって在宅でね一生懸命頑張ってる他の方が今もやっていると、理解されないけどやっていると、まあ、そういう方が他にもいるっていうのが分かるとすごく勇気も湧くし、そしてやっぱり皆さんがそうやって家族との折り合いをねつけれずに、まあ、いろんな形でこう撤退するなり離脱するなりね、いろんなことが起きたっていうところもやっぱり考えると、しっかり心の問題に関しては意識していって、自分なりの解決、自分なりの落としどころっていうのを見つけていけると、少しでもこう長生きできるんじゃないかなと思ったりもしました。はい、ということで久保さん第89話よろしくお願いします。はい、どうも失礼します。